魔女と言われた菅原初代さんが、59歳の若さでお亡くなりになりました。本当にびっくりしましたね。スポニチの記事からご紹介します。大食い、魔女菅原初代さん死去、大腸がんで闘病、9キロは余裕。名言残し、わんこそばは衝撃480杯。大食い番組で、魔女菅原の愛称で活躍した菅原初代さんが9日、死去した。59歳。岩手県出身。死因は明らかになっていないが、昨年6月に、ステージ4の大腸がんが見つかり闘病中だった。本人の公式ツイッターにも、16日夜に、3月9日、菅原初代は永眠いたしました。長い間お付き合いいただき、ありがとうございましたと投稿された。菅原さんは、2007年に、元祖大食い女王決定戦札幌予選で番組初出演。クールな表情と恐ろしいまでの食べっぷりに、番組司会の中村雄二から、魔女菅原と名付けられた。08年には、当時全盛期だったギャル曽根、37、を破り、10年まで3連覇。天ぷら茶漬け9キロを食べ、9キロは余裕。との名言も残した。地元盛岡市で開催されている全日本わんこそば選手権でも、ゲスト出演ながら歴代5位かつ女性で、1位の480杯という記録を持っている。TBS 水曜日のダウンタウンなどにも出演。21年のテレ東最強大食い女王決定戦では、11年ぶり優勝を果たすなど健在ぶりを見せつけていた。確か、2022年にも、デカ盛りハンターに出てたように思ったけど、その時は相変わらず痩せてて、それでもすごく食べてましたね。内容的にはちょっと覚えてないですけどね。文春によれば、菅原さんは小さい時からよく食べるため、両親から食べ過ぎ、いい加減にしなさいと言われて、腹いっぱい食べないでいたそうです。それでお腹が空いて寝られずに数字を数えながら寝ていたとのこと。それで数学とかが得意になったそうです。30代後半から懸賞に没頭して、地元で開催された全日本わんこそば選手権にもハガキを送ったことで出場。06年に42歳で初出場準優勝になり、翌年に全日本わんこそば選手権で優勝した。それから3連覇し、08年に元祖大食い王決定戦で優勝し、そこでも圧倒的な強さで3連覇しました。菅原さんが言うには、大食いは頭脳戦とのこと。食べる配分なんかを微分積分で計算して、試合中は頭の中でずっと数字を追っていて、計算通りに食べ進めれば、おのずと勝ちが見えてくるとのこと。そして、大会前には10キロ減量していました。それは、皮下脂肪と内臓脂肪を落として、胃を広がりやすくし、脳に満腹感を感じさせづらくするためとのこと。大食いのトレーニングもしていたそうです。満腹中枢が刺激される15分が勝負とのこと。ただ、年齢とともに代謝が落ち、減量期になかなか痩せなくなってきた。年齢的な衰えは感じていたそうです。ひゃあ、大食いもいろいろと計算をしてやってたんですね。だけど、普通の人より何十倍もの量を食べてるわけやから、どう考えても体には負担ではあるわね。小さい時から、食べても食べても満腹感が得られなかったという体質やったから、大食いで一世を風靡したけど、体には負担があったんでしょうね。確かお子さんがいらっしゃったんじゃないかな。もう高校は卒業されたんかな。そのあたりわからないけど、発達障害という話もありましたね。お子さんがちょっと心配ですね。ほんとみんなを楽しませてくださったけど、あまりに早く天国に行ってしまわれて、本当に残念です。ご冥福をお祈りします。
ご視聴ありがとうございました。コメントお待ちしております。次回の動画で会いましょう。チャンネル登録お願いします。